やっぱりこういうお人形さんも一生懸命やっぱ感動するんですよ。そうですね、やっぱり若干流行りが悪いんですけど、お人形が流行りが悪いんですよね。はい、ちょっと大きいのに乗る。綺麗だね。綺麗だね。ごめんなさい、その辺を見ていただいたんですよね。あの、一応の右のが全部ちょっと看板になっちゃったんですよ。はい、ね。ああ、だからね。ちょうどいいなと思ってた。まあ、お値段も、12、3万だったんですけどね。全部この辺が一応収納タイプなんですけど、あとはちょっと一回り大きくなるんですけど、この辺ですね。これも収納です。このように、中にこれが入って、ちょっとやって、はい、お二人で飾ることもできますし、うん、ちょっとハイハイしたりしてね、忙しい時はお二人って飾る。下に置くとね、いたずらしもあるからね、あっちゃうと思うんですよ。でも下に置けないから、キレキレでしょ。そうするとサイドボード、ボードの上が、ボードがこのくらいの高さかな。そうするとそれ、これをそれに植えるとかなり高くなっちゃいますよね。じゃあ、いけなければ、お二人ぐらいのやつにしときますかね。どうする？上に置ける。下に置くと、ユリナが、もう、歩くからガチャガチャしちゃうでしょ。あそこのボードの上に乗せないといけないでしょ。そう、これだとすごい高くなっちゃう。かなりこうね、高さが。ボードだと私のこのぐらいまで来てるでしょ。あ、なるほど、そうそう。そう。人は二人とかの、ね。じゃあ、池の下とか他に、今、こっち側の、いろんなものを置いてあるところを、伸びを買って、あそこ伸びやった。だから、あれやると、すごい高くなっちゃうじゃん。だって、そうでもない。私のここの辺。人形なとこじゃないよ。違うよ、こっちだよ。こっち行くの。だから、そうすると、私のこのくらいまで。ちょうどいいじゃん、見て、ちょうどいい。このくらい。私のこのくらいで、これ上だとすごい高くなっちゃう。このくらいで、このくらいとかそれで。もっと高くなっちゃうんじゃない？めっちゃ高くなるけど。あとはいけなければ、そうですね、小ぶりのものです。お二人だけの。そうすると、すごい高くなっちゃうよね。何が？お人形さんが。飾る場所が飾るのがね、どうしてもそこの高さのところにこれを乗せるとこう上になっちゃう。上になっちゃう。台がない人が皆さん意外とこういったものこれが多いんですよね。これはだってこういったら、そうそうですね。だから結局一番高いのは今ここまでですよね。そうですね。だけどうちにあるのがちょうどこの、そうだね、これそのくらいしかないよ、今もうちょっとあるよ。僕は高くなったけど、僕の在庫らしかったら、これはありそうだね。へぇー。やいちゃう、やいちゃう。ね。綺麗だね。綺麗だね。綺麗だね。綺麗、綺麗。ねえ、綺麗、綺麗でしょ。綺麗、綺麗でしょ。まあ、低くてもこのくらい。赤ちゃんが今年とかはちょっと
ょっといたずらしますので、うん、こう2人だけで、あの、ことしかけられて、この内縁とかもいたずらしないようになったら、ゆかりから。この蓋が、ここが取れますから、うん、いけなければこの上だけでお二人で飾っておく。うん、で、少し内縁とか分かるようになったら、ゆかからこう、そうですよね。感情とかついてる方が、うん、それか、また、あ、そうでなければ、逆に今度、あのお二人だけのもの。ちょっと感じがあると賑やかで華やかさがあるんですけどね。こっちの方がお人形大きいので、飾った時の見栄えは。そしたら、何かしら。これ上と、はい、これを、あ、大丈夫、大丈夫、大丈夫です。これと、これを前に置く。前に置いても大丈夫。もう大丈夫ですよね。ね、はい、じゃあ、そうすると、飾り方としてはね、うん、はい、そうすると、はい、あそこに置けるかも、はい、どうだろう、ちょっと、私、このくらいだと思うんですよ、台がね、台がって、これは、この人形さんだって、この中に入るんですか、入りますか、この台は、この上、ちょっと、この下に入るんですか、はい、この中にね。あ、全部入っちゃうんですか？全部入っちゃいますね。ちょっと重さがありますからね。うん、少し全部、はい、一つになります。重いので、ちょっと重くなっちゃうんですよ。全部が一個口になるので。男性の方でも結構重さが。パパがちょっと持って。このくらい。で、いけなければ、これを、これと、これを前に置いてできますよね。はい、で大丈夫かな？それ。